国寺の塔中宝光寺では春の特別初公開があり拝観しました。入り口は平から門の三門で、柱がカエル股まで伸びていて、平安時代からの古い伝統を伝えています。山門をくぐると苔の広がる前庭に美しい梅が出迎えてくれます。宝光寺は慶長3年1598年相国寺第92世十字聖章状態が豊臣秀吉の追善のために創建した相国寺の塔中寺院です。その後天明の大火で廃絶の危機にありましたが、明治15年荻野独音和尚により再興されました。玄関から中に上がると宝城があります。宝城の本堂内部には仏像が祀られ、中央には本尊の釈迦如来像、右に宝光寺開祖聖章状態和尚像、左に大学修士和尚像が安置されています。宝城前庭に美しい苔の庭が広がっています。書院の横庭に独音和尚が亡くなった後、明治32年に山岳の有志により大宝塔が建てられ、碑文は富岡鉄斎によるものです。宝光寺の寺宝には室町幕府10代将軍足利義実の肖像画や独音和尚の肖像画のほか、独音和尚に参禅した幕末の剣や書の達人として知られる山岡鉄舟の肖などが特別公開されます。明治の廃仏毀釈の際に信教の自由を掲げ、そして日本の禅宗を守るために奔走した荻野独音和尚ゆかりの寺、そして寛寂な庭園がある宝光寺でした。